野球をする上で避けては通れないエラー。プロ野球選手であってもレギュラーで出続けていればエラーはしてしまいます。しかしその中でも目に余るエラーをしてしまう選手たちがいました。今回は2024年エラー王を8月中旬のワースト5位から順番にご紹介します。パ・リーグ5位、水野達樹。まずご紹介するのは日ハムに2021年に入団した水野達樹です。水野は 50m6秒0 の俊足を生かした広い守備範囲と強肩でありながら正確な送球ができるショートとして期待されました。しかし2022年からの2年間で通算52試合に出場したものの目立った活躍はできず、守備位置もセカンド、ショート、サードなど様々なポジションを守っています。そんな中2024年は開幕から1軍で存在感を見せると、徐々にショートのレギュラーを獲得。意外性のあるパンチ力で6月21日までに3本塁打も放ちました。一方で守備では荒さが見られエラーを連発。特に印象的だったのが6月9日のヤクルト戦でした。この日の試合は0対0の同点で8回を迎え、ホセ・ゴスナの放ったフライを水野が憶測を誤り落球。その後後続のバッターに決勝の犠牲フライを打たれ日ハムは負けました。水野は目測を誤った要因は風ですと話し反省しきり。一方で新庄は、まあプロ野球人生の中でエラーして人生を終える選手はいないから、それが今日たまたまあっただけで、あとは彼がどう切り替えていくか。最後もヒットも打ちましたし、とエラーも水野の成長の糧にしてほしいと話しています。その後水野は6月21日の試合で足を負傷交代し離脱。8月7日には1軍に再昇格し、8月15日には復帰後初ホームランを放ちました。怪我が治り持ち前の守備でも華麗なプレーを見せることができるでしょうか。4位、宗佑磨。宗は2014年にオリックスへ入団し、最初は次世代のショートとして期待されていました。しかし高校時代の監督は、宗は短い距離のゴロへの反応に長けている一方で、在学中から長い距離のゴロを捕球する際の体勢や捕球後のスローイングに難があると宗を分析しており、ショートでは送球が安定せず2018年には外野へコンバートされます。その後も外野を守っていましたが、レギュラー獲得とはならず、出場機会を増やす意味で2020年からはサードに再び挑戦。すると2021年にはレギュラーを獲得し、チームの優勝にも貢献しました。株式会社デルタのデータを元にした UZR は 11.9 でパ・リーグのサードの中で2位の数字となっています。守備率は9割7分7厘を記録し、オリックスのサードの選手として25年ぶりのゴールデングラブ賞を獲得。2022年、2023年もゴールデングラブ賞を獲得し、パ・リーグを代表するサードとなりました。しかし2024年はエラーが目立ち、8月中旬までに8個のエラーを記録してしまいます。守備率9割5分9厘は郡司を除けばパ・リーグワーストで、ゴールデングラブ賞を獲得した3年間の数字を下回りました。宗の4年連続ゴールデングラブ賞獲得は危うい状態です。3位、郡司裕也。郡司は中日入団時はキャッチャーでしたが、2023年途中に日ハムに移籍してから持ち前の打力を買われ内野手での出場が増えました。2023年はセカンドやファーストなどで出場しましたが、2024年はサードを守る予定だった清宮幸太郎が開幕前に故障。すると新庄剛志監督から、郡、サードやってみようかと提案され、サードでのレギュラー奪取を目指しました。開幕スタメンこそ逃したものの、打つ方でチャンスをつかんでいった郡司はサードのレギュラーを獲得。しかし経験の浅いサードではエラーを連発し、8月中旬までに9個のエラーを記録しました。守備率も9割3分8厘で規定に到達しているパ・リーグ5球団のサードの中でワーストとなっています。9個目のエラーを記録した8月14日の試合では、エラーした次のイニングにファーストで出ていた清宮と守備位置を交代。まだ新庄が信頼を寄せることのできる守備はできていません。2位、村林樹。村林は2015年ドラフト7位で楽天に入団し、高卒ながら守備力は高く評価されていました。出番が少なかった2019年にも監督から、ああいう選手がバックアップにいてくれることでチームとしては後半が戦いやすいと守備については称賛されています。一方で打撃に課題があり、レギュラーをつかめずにいました。しかし村林は、守備で出る機会も多いですけど全然満足はしていない、レギュラーを奪うためにやっていると語り練習に取り組みます。すると2021年から出場試合を増やし、2023年には
98試合に出場し打率2割5分6厘を記録。守備ではセカンドやサードも守りながらショートでのレギュラーを目指し、2023年は75試合でエラー8、守備率9割7分7厘を記録しています。契約更改では全部スタメンで出たい、ショートは村林と思ってもらえるようにと話し飛躍を誓いました。また背番号をかつて楽天や横浜で守備の名手として活躍した藤田和也と同じ6に変更したいと申し出ています。最終的に背番号は変わらなかったものの、活躍し背番号を変更しようという決意で臨んだ2024年、村林は実力を発揮できていません。持ち前の守備力を発揮できず、8月中旬までにエラー9を記録し前年を上回ってしまいました。守備率も9割8分で友杉をわずかに上回りますが、パリーグショートのワースト2位。2024年オフに背番号6を獲得できる活躍は見せられるでしょうか。1位、友杉敦貴。パリーグワースト1位は友杉。友杉は2022年ドラフト2位でロッテに入団し、入団時にはスカウトから、守備範囲も広く送球も安定していて脚力、守備は間違いなくすぐプロに入っても通用できる素材だと思っていますと守備を評価されていました。1年目の2023年は2軍でフレッシュオールスターに出場するなど活躍を見せ、1軍でも64試合に出場。ショートの守備ではエラー6で守備率9割7分3厘と荒さも見せたものの、2年目以降の飛躍が期待されています。2024年は開幕スタメンを勝ち取るとショートのレギュラーとして出場を続けました。しかし持ち味であるはずの守備でエラーを連発。8月中旬までに13個のエラーを記録し、パリーグワーストをひた走っています。守備率も2023年を下回る9割6分5厘となっており、こちらも規定に到達しているパリーグ5球団のショートとしてダントツ最下位。打率も2023年は2割5分4厘でしたが、2024年は8月中旬で2割2分前後となっており成績を落としています。課題のバッティングを向上させるためにも友杉は守備からリズムを作っていかないといけません。セリーグ5位、門脇誠。セリーグワースト5位は門脇。門脇は 50m5.8秒の俊足に打撃と守備にも定評があるショートとして2022年に巨人へ入団しました。門脇は2023年開幕1軍に新人ながら選ばれると、7月からは打撃も開花。巨人不動のショートだった坂本を押しのけ、ショートのレギュラーを獲得します。最終的に株式会社デルタのデータを元にした UZR はショートとして 6.4 を記録し、これはゴールデングラブ賞を受賞した木浪聖也の 0.6 を大きく超えていました。またエラーはわずか5で、守備率もショートとして9割9分1厘を記録し、安定した守備力を見せています。2024年も開幕ショートに指名され、門脇は順調にキャリアを積んでいくかに思われました。しかし2024年は8月中旬までに10個のエラーを記録、守備率も9割6分8厘で、これは規定打席に乗っている4球団のショートでワースト記録でした。5月18日には1試合で2個のエラーを犯してしまい、当時のリーグ最多に並ぶ7個目のエラーを記録してしまいます。試合後門脇は、ちゃんと取れるアウトは取るべきだなと、今年はボンミスが多い、ちゃんと当たり前のことをできないとチームに迷惑をかけると反省しきりでした。4位、村上宗隆。続いては令和初かつ史上最年少の三冠王を獲得した村上。村上はもともと守備指標が悪く、2023年はセリーグ最多の22エラー、守備率9割3分7厘を記録しています。それでも高い打力を買われヤクルトの主砲として試合に出続けている村上は、2024年も8月中旬までに小園と並ぶ11個のエラーを記録、守備率は小園を下回る9割5分3厘となっています。そんな村上の守備について言及したのは、ゴールデングラブ賞に10回輝いたヤクルトの OB でもある宮本慎也でした。宮本は、アドバイス的に言うとすれば守備位置が深すぎるんですよ。深めに守っていることで何が問題になるかといえば、打球のバウンドが合わない時などにすでにランナーは進んでいるとあって、その様子を見て焦ってボールを握り返し、さらに不安定な送球などにつながりやすいと指摘。続けて、あまり前に出すぎるとアンツーカーの問題もあるため、適度な距離で少し今の位置より前に守備位置を取った方がいいとアドバイスを送りました。さらに宮本は村上の送球難についても指摘し、キャッチボールを丁寧にやった方がいいと練習からの心構えを話しています。宮本はキャッチボールを丁寧にすることでスローイングにも安定性が出てくるとしました。かつて宮本の助言で送球難を克服したのが巨人で活躍する坂本勇人。
村上も宮本のアドバイスで守備面でも覚醒できるでしょうか。3位小園海斗。続いてご紹介するのは小園。小園は 50m5秒8 の俊足と深い守備位置からアウトにできる強肩で、プロ入りから4年目の2022年までは主にショートを守っていました。しかし2023年に矢野雅也が台頭し始めるとサードにコンバートされていきます。2024年は矢野が打撃好調ということもありショートのレギュラーを獲得。小園はサードで出場していきます。しかし小園は慣れない守備位置に苦戦したのか、8月中旬までに11個のエラーを記録しました。守備率も9割5分7厘でショートとして出場していた通算守備率9割7分3厘を下回っています。また記録に残らないミスもあり、5月30日のオリックス戦では高いバウンドのサードゴロを後ろに下がって捕球し、ファーストに送球するも間に合わず内野安打を許す場面がありました。この場面を解説者として見たトマシノは、サードゴロですけど小園は下がって取ってしまうとアウトにはできないですよね、ここは攻めて欲しかったなと思いますね、と指摘しています。2位牧秀悟。続いてワースト2位は横浜の若き主砲牧はセカンドとしての評価はあまり高くないものの、カットプレーなどで見せる強い肩が武器としています。それでも監督の三浦大輔は、意外と器用だなと思って見ていますねと一定の評価をしていました。牧は守備範囲は広いとは言えないものの、堅実な守備でプロ入り3年間で通算守備率9割8分5厘を記録しています。しかし2024年はエラーを連発。特に5月15日の巨人戦では両リーグワーストの7失策目を記録し、この失策がきっかけで巨人に決勝点を許し、横浜は0対4で負けました。この失策に田尾康氏は、ロースコアゲームが毎試合繰り広げられるわけですよね。そうなると先制点をどちらが取るかが直結する。やはり先制点を取れるか取られるか、ここの勝負牧選手には厳しいかもしれないけど、慣れない球場でしたけど、もうちょっと前に言っとけばなと感じるプレーでしたよねと苦言を呈しています。続けて、あそこで後ろに下がっていけばランナーは吉川ですから、取っていても一塁セーフになるかもしれない。そうなると思い切ったプレーをしないといけない。それを事前に感じながら守っていたかというところですねと事前準備の大切さを話しました。そんな牧は8月中旬までに13個のエラーを犯し、守備率は9割7分4厘、規定打席に到達している5球団のセカンドの中で最も悪い数字となっています。1位佐藤輝明。セリーグワースト1位は佐藤。佐藤は1年目から24本塁打を放ち、NPB の新人左打者最多本塁打記録を作った強打者。その後も2023年まで3年連続20本塁打を記録し、これは NPB の左打者として史上初の記録でした。佐藤は大学時代から外野を守り、強肩と身体能力の高さから糸井2世や柳田2世と称されています。またサードも守っており、内外野両方を守れる器用な選手でもありました。1年目の2021年、佐藤は守備についた115試合のうち102試合が外野で、サードは13試合しかありません。しかし2022年は73試合でサードを守ると、2023年にはサード専任となり129試合に出場しています。サードを主に守るようになった佐藤ですが、守備には課題があり、守備率が2022年は9割3分9厘、2023年は9割3分8厘と高い数字ではありません。2024年も8月13日までに19エラーを記録し、これは2位に6個差をつけるダントツのエラー数です。特に象徴的だったのは8月12日の巨人戦。阪神はこの日の試合に0対1で敗れ、自力優勝が消滅しました。1回、2アウト2塁で佐藤は3塁線のゴロを候補し、ファーストへワンバウンド送球しましたが、これが悪送球となり二塁ランナーが生還。佐藤のエラーが決勝点となりました。このエラーに岡田彰布監督は、俺一人で叫んだからな、ワンバンってベンチで恥ずかしかったわと苦言を呈しています。他にも馬場俊文コーチは、練習ではうまく投げているけど試合になるとね、欲を言えばもう少し取りやすいワンバウンドならと指摘。解説を務めたトマシノケンジは、スローイングはね、あんまり周りが言いすぎると余計に腕振って投げれなくなりますから、もう今ぐらいだったら佐藤の肩ならノーバウンドで送球できるぐらいなんですよ、だからもう思い切ってね、ビビらずにやれとと割り切ることの重要性を説いています。8月中旬時点で過去最低の9割1分1厘の守備率の佐藤は盛り返すことができるでしょうか。今回は2024年エラー王をご紹介してきました。エラーが多いのは試合に出続け
ている勲章でもあります。ですが、自分の推しのチームがエラーで負けてしまうのも辛いこと。試合を左右するエラーが出ないことを祈りながら、残りの試合も楽しみたいですね。今回ご紹介した以外に、皆さんが考える2024年エラー王の選手がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。